雑誌、野球界1941年9月号の表紙を飾る野口野口二郎は日本のプロ野球選手、愛知県名古屋市生まれ、通算237勝。シーズン無支給シーズン完封の日本記録保持者。また、史上3人目のシーズン防御率0点台を達成した。アキラ、二郎、上る。 渡るとプロ野球選手を輩出した野口四兄弟の時計。中等学校野球で2度の優勝を飾り、プロ入り後は大投げの中で高記録を残したことから、鉄腕と称された。中京商業学校時代は1937年夏と1938年春の甲子園大会で滝正夫とバッテリーを組み、主戦投手として優勝。 1937年夏の決勝は、川上哲次の熊本工業学校に投げ勝つ。1938年春は、ノーヒットノーラン1試合を含む4試合連続完封勝利という、選抜大会記録を作る。中京賞から、旧正法制大学に進むが中退し1939年に、東京セネタースに入団。1年目に33勝を挙げると、 翌1940年も33勝、さらに防御率0.93で最優秀防御率のタイトルを獲得。1942年5月23日の朝日戦ではあわやノーヒットノーランの回答を演じた。林康雄に安打を打たれ大記録はならなかったが、翌24日の対名古屋軍戦も先発登板する。この試合では、 当時世界最長の延長28回を344球で先発完投。同年は66試合に登板し、リーグ1位の40勝、264奪三振を記録した。シーズン40勝は、ビクトル・スタルヒン、稲尾和久に次ぐ記録で、戦後の一時期に、スタルヒンの記録が40勝とされていた時には、日本記録保持者でもあった。 この年のシーズン19完封は、翌年に藤本秀夫が大記録を作ったものの、現在もプロ野球大記録。翌1943年25勝を挙げて王将。戦後の1946年に阪急に復帰。1947年には56試合に登板し24勝と、タフさは変わらぬように見えたが、王将によって筋力は低下しており、 以後徐々に打者としての出場が増加していったが、1946年に当時日本記録の31試合連続安打を記録した。1953年限りで選手を引退。投手として実動12年で当番517試合、通算237勝。特に戦前、戦中は5年間で平均当番58試合、平均勝数31勝。 平均投球回数は419回に及び、鉄腕の名にふさわしいタフネスぶりを発揮した。一方、上記の通り連続試合安打記録を樹立するなど、打者としても一定の成績を残し、通算830安打を記録。規定投球回数と規定打席の両方を満たしたシーズンが6回あり、そのうち1940年と1946年は両方で、 ベスト10入りしている。プロ通算237勝は、甲子園大会で優勝経験のある投手としては、最多勝記録であり、NPB の200勝投手の中で、春の選抜甲子園、または夏の甲子園の優勝投手でもあるのは、野口二郎と平松正次の二人だけである。そして、200勝投手の中で、プロで現役選手として、 優勝を経験していないのもまた、野口と平松のみである。大将生まれのため、200勝投手ではあるが、迷宮会への入会資格対象外となっている。引退後は毎日、阪急のコーチ、近鉄二軍監督などを歴任した。西本幸男と親しく、これらの球団でも西本が監督の時にコーチなどを務めることが多かった。後に、西本は野球の経歴は、 彼の方がよっぽど輝かしいが選ぶることもなく献身的に支えてくれたと振り返った。1989年に野球殿堂入り。2007年5月21日に肺炎のため兵庫県宝塚市の病院で死去。87歳坊ず。阪急時代の1946年8月29日から10月26日にかけて、 野口は出場した31試合連続安打の記録を達成したが、これは当時の日本プロ野球記録だった。翌10月27日の対巨人戦において、巨人の先発、藤本秀夫に75級の当時の日本最小、投球記録でチームは完封負けしており、野口も藤本に3打席無安打に抑えられ、連続試合安打記録は途切れている。達成当時は、 日本記録として知られることはなく、翌1947年に金星スターズの坪内、道のりが25試合連続安打を記録した際には、これが日本記録とされている。これは野口が野手ではなく、投手だったために試合出場が飛び飛びであったことが、理由で見落とされたと考えられ、1949年に日本プロ野球の記録に関する再調査が行われた際に、 野口が記録していたことが判明している。連続試合安打記録中の野口の記録は、31試合で131打数48安打で、2塁打3本、3塁打3本本塁打0本、15打点、打率、368。この間、投手として13試合に、当番、5勝5敗の成績で、うち7試合に先発し3試合に、関東、12奪三振。 自責点12で、防御率は2.60だった。野口は、壺内の26試合連続安打記録のかかった1947年9月6日、対近星戦に登板して、壺内を読んだ数例安打で抑えて、連続試合安打記録を止めており、結果として自分が記録していたことも知らずに、自らの投球で、自らの記録を守ったことになった。 1971年7月6日、阪急の長池徳次が野口の記録を更新したが、この時野口は阪急のコーチを務めており、記録達成の場に居合わすことになった。ありがとうございます。